コーナー。はい。続きましては、はい、こんなことを言ってました、リターンズでございます、はい。テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで、有名人が調子ぶっこいて話していたことなどを作ってもらう企画です。はい、ラジオのペケミニ。有吉さん、最近、介護をされるときに、包茎だと恥ずかしいからとの理由で、包茎手術を受ける老人が増えているそうです。先週、関が、包茎であることをカミングアウトしたときに、罰が悪そうにしていたのも、はい、未だに世間には、包茎イコールかっこ悪いとのイメージがあるからと思い、関に言わせてもらいます。はい。おい、デブ、はい、よく聞けよ。男とは侍であり、はい、祈祷とは刀であり、包皮とは刀の鞘なのである。その昔、巌流島で宮本武蔵が、鞘を投げ捨てた佐々木小次郎に対しこう言った。小次郎を破れたり、勝つつもりがあるのならなぜ鞘を捨てる。その鞘に再び刀が戻ることはあるまい。つまり宮本武蔵は、安易に包茎手術なんかするより、包茎が勝ち組なんだということに気づきなさい。そう言ってるんだ。我、包茎の心、常に道を離れず。ボロは着てても心は錦。しかし、包茎チンコは、錦を着てても心も錦。おお。俺たち包茎は、己の形に、刀に自信を持ち、常に鞘を清潔にしておけば、それでいい。うん。わかったか、関。ありがとうございます。お前はデブだから、はい、夏は特に、念入りにな。なぜそれを、なぜそれをご存知なのですか。なんだ、これ。宮本武蔵がこう言ってましたじゃねえみたいな。五輪の書で鞘を洗えっていうのを。俺は言っとくけど、はい、ゲスナーどもの包茎童貞のリスナーのことを俺はバカにしてるからな。全面戦争だからな。俺はもうズル向けやりちんまんじゅうって呼ばれてる。俺は裏切りですよ。そんな、なんで俺は昔からズル向けやりちんまんじゅうだよ。お前お前らみたいな包茎童貞、はい、包茎童貞ニート短所に負けないんだよ。お前らみたいな。何言ってるんですか、悪口そこ。ラジオネームルノワール野口。有吉さん、俺以下の野口こと、俺そういうことね、俺以下の野口こと野口健の野郎が妻に17社もの生命保険をかけられていて、家でご飯を食べると定期的にお腹を壊したり、無事下山できたと電話で報告するとチッと舌打ちされるなどの扱いを受けているらしいです。おい野口健、お前マジで早く逃げろ、殺されるぞ。17社って異常だろ。山なんか登ってないで地下深くに早く逃げろ。これ自虐的ってやつですからね。難しいですね。ラジオネームダッヒー。有吉さん、素人の甲子園こと多いお茶の伊藤園俳句大賞佳作特別賞にこんなのがありました。携帯電話の先はモンゴルイワシ雲。78歳。これどこで区切ったらいいんだよ。頼むからお年寄り型にはめてくれよ。今からお手本見せるからよく聞いとけよ。お味噌汁我が家は夜に我慢汁。お後がよろしいようで。うまい。おーいお茶。携帯電話の先はモンゴルイワシ雲。これ難しい。むずすぎるだろ。なんなんだよ。これ分かったふりしてないですか、審査員。あげとこう。面白いな。面白いですね。大丈夫、ペケミニ。有吉さん、ヤクミツルとかいう敵屋のクソチンピラみてえな面したおっさんが雑誌サピオ4月号のコラムでこんなことを言っていました。街に出ると女性の横暴、傲慢に不愉快な思いをすることが多々ある。その中でも最近特に鼻につくのがアラサー、アラフォーの意識高い系女子の存在だ。こうした手合いは中身は往々にして薄っぺらく、それでも自分を大きく見せようとするからなお滑稽なのである。そんな連中に上から目線で物を言われるのは不愉快だ。ワインなどのうんちく垂れる前にもっと内面を磨いてはいかがだろうか。おい、クソバエ。お前ブーメランって知ってるか。例えばな、お前のこの文をちょっと変えるとこうなるんだよ。
テレビなどを見てるとクソジジイの横暴、傲慢に不愉快な思いすることが多々ある。その中でも最近特に鼻につくのがカツラ頭の意識高い系親父の存在だ。こうした手合いは毛根同様、中身は往々にして薄っぺらく、それでも自分をふっさふさに見せようとするからなお滑稽なのである。そんな連中に上から目線で物を言われるのは不愉快だ。相撲などのうんちくを垂れる前にもっと本業磨いてはいかがだろうか。これが特大ブーメランだ、思っとけハゲ。ハゲ頭隠して脇の甘さ隠せねえような間抜けがよ、下り顔でご意見番気取ってんじゃねえタコ。それでは最後に一句、ズラ野郎、ハゲを隠して恥さらす。俳句ブーム、俳句が突如として、俳句ブームが来た。絶好調でございます。ラジオネーム、うん、三平。有吉さん、最近めっきり人気がなくなってきた浜崎あゆみさん36歳がツイッターで自己啓発セミナーのクソ講師みたいなたわごとを抜かしてやがりました、うん、一つ嘘をつくとその嘘を隠すための嘘をつかなきゃいけなくなって、さらにその嘘を隠すための嘘も必要になって、あっという間に数えきれない嘘にがんじがらめになっちゃうよ。正直になるのが怖いのかもしれないけれど、結果は断然嘘の方が怖いよ。やかましいタヌキババア。誰が何と言おうと俺は生田斗真に激似だしな、コロンビア大学出身のエリート官僚だし、小泉進次郎さんの兄貴分なんだよ。今だってアネキャンのモデルと濃厚なシックスナインしながらサンドリーのネタ考えてんだバカ。嘘だと思うなら杉並区の俺んちまで来い。威嚇せえ、4畳半の部屋で無味無臭のもやし炒め食わしてやるからよ。はぁ、あ、明日死ぬかな。やめろ。以上。